そっか、ぴったりです。じゃあ皆さんおはようございます。おはようございます。自己紹介です。田園調布で、あの柏原生息院という治療院になってます、柏原です。よろしくお願いします。バネット出ちゃった。1分1秒だけど1ヶ月前です。なんかあの指先でがこう地面をついてるというか使ってるっていう感じがすごいしますね。指先とか、うん、他のところじゃなくてやっぱまずほっといても足先が、足のつま先というか指がつくし、でもやっぱり指がつかないようなイメージがあります。なんかここまで極端にはあの指先だなっていう感じはしないので、うん、すごいよくできた体が。あとあのアーチをすごく感じますね。なんか指が広がって指に力を見られる。なんかあの足が開いて指がなんか指がつくっていうなんか今までにない感覚です。なんか早くなそうそう、なんかでも私後傾だったのが前重心になるのですごい腹筋にちゃんと乗るっていうか来る、伝えてないか腹筋に本当に来るし、なんか本当走ってみたくなる。うん、効果としては楽しかったですね。効果ですか。効果は見ての通り足にしっかり地面をつかめるので最高ですね。どういう方におすすめですか。浮き指とか外反母趾、あと、まあ、側関節とか膝とかに問題がある人にもおすすめです。やっていない方の人はその人がどういう動きしてるかっていうのをちょっと見てあげてください。で、ぶつかっちゃいそうになったら止めてあげてください。あ、そうですね、目をつぶってその場で思わあげやすいかも。すごい、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 大きいか、大きいか、太もも上がってない、もっと上がってない腰と腰が高いです。あ、そう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 、そのぐらいです、そのぐらいです。そう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 、いや、あいにくの雨だったんですね。はい、なんとか無事に室が終わりました。じゃあこのテープを使えば足は完璧ということで。生息テープオリジナルです。なるほど。はい。ちょっとあれな、やっぱギャラが発生しない。仕事終わったんで。仕事終わったんで。あ、腹ペコでこれ。
くお願いします。うん、うまいよ。なんだこれ、ずれダメ、ずれ、頑張って頑張って。前に全然面白くない。さっきの何だったっけ、急に普通に。